えーまあ、この「ファンタジスタ」ご覧のようにサッカーの選手を描いてるんですけれども一番のきっかけはですね1996年に、えー、アトランタオリンピックで日本代表がブラジルに勝ったという、まあ、マイアミの季節あ奇跡かっていうふうにあの言われてるものがあったんですね。でこの時につまりあのそれまでモデルさんを普通に描いてたんですけどももっと動きが欲しいもっとダイナミックな動きが かけたらいいなっていうようなことがありましてその時そうだスポーツがいいなと思っておりましたでそのスポーツというキーワードとさっきの,あのマイアミの奇跡と呼ばれたそのサッカーの日本代表の活躍がですね 結びつきまして、その時に初めてサッカーを描きました。で、その後もあの機会があるたびにあのファンタジスタのような作品を描いてきたんですけども、まあ、ご覧のようにあの白いユニフォームだけで構成しております。これはですね、あの例えばあのスポーツで一番まあ僕自身が悩んだのが表現と再現の問題で、えー、顔立ちやユニフォームや 背番号などを書きますと例えばどこののチームの誰,誰っていう風になるんですねでそれはですねあのもしかしたらスポーツの純粋な魅力を表現しようと思った時に邪魔になるというふうに僕は考えてましてそれであのトルソのような白いユニフォームだけで動きを表そうというふうに考えましたそれでファンタジスタのような表現になっています。 えっと僕自身は中学生の頃からですかねあのサッカー一生懸命やってまして、えー、自分自身もゴールキーパーなんかやってましたけども、あのーまあ、他にも野球なども好きでですね会の,の野球チームなんかで 藤田先生とかそこにあの一緒に展示してる程塚先生とか一緒にあの野球やりましたえ中でもね東京ドームで野球なんかやったり西武ライオンズ球場で野球なんかやったこともあるんですけれどもそういう絵描きの,あの総合会のえ交流ですね京都名古屋、東京の交流であの上村敦先生もそうですけども野球が大好きで皆さんでえ、まあ、そういう野球を通した絵描き同士の交流をやってたこともありました。